廃墟のようなところから立ち上がってきた日本人と同じように自分もずっとその20世紀を生きているつもりでおりますから、20世紀というものはどういう世紀だということを建築を通して語りたいと。で、技術というものが建築を作るわけですよ。で、技術ということは思想も作るわけですよ。建築工学系の人たちが建築というものについての魅力を心から考えてもらうとね、これは面白い仕事ですよ。こんな面白い仕事ないですよ。あれは面白い仕事ないと思うな、私は。これ以上面白い仕事はないなと。